はいどうも、あすかりよしです。はい、今回はですね、この前、ラブライブスクールアイドルフェスティバルオールスターズ、まあ、スクスタがね、まあ、リリースされたんですけれども、そのスクスタのレビューがすごいカオスということで、それをね、見ていこうと思います。それでは行きましょう。あなんだこれはおい <laughs> おい、早速、すごいなんか歌詞が書いてあるぞ。これまずいだろう <laughs> 何の曲かは知らんけど、 ひゃーうひゃーヒャーウヒーってすげえな、おい絶対こっちもだよねこっちもだよね、青のりなんか青のりって聞いたことあるな、なんか曲名。えー、なんで <laughs> やばいよねなんだこれオーバー、なんとか。オーバーなんとかって書いてありますけど。いや、なんの曲だかわかんないけどい。どうしてこんな歌詞を載せる大会みたいになってんのここのレビュー。評価とは何だったっけ おい、誰だよ、エレクトリカルコミュニケーション <laughs> 入れたやつ、おい、弾幕はパワーだぜじゃねえぞ、お前。もう、これさ、アイドルマスターとかやってんの、これ。絶対あれだろ、スクカン2019のさ、デカフェスコーナーでさ、アイマス最高とか <laughs>、叫んでやつじゃねえのか、これ。<laughs> やばいだろ。俺も一応アイマス見たことあるけどさ、アイマス見たことあるからなんか聞いたことはあるけど、嘘だろ、おい。 ワンチャン、デカフェスでさ、アイマス最高とかで叫んだやつじゃん。おい、誰だー会いたかったの、ってやつ。<laughs> もう完全に違うアイドルじゃん。ていうか、もはや二次元ですらないじゃん。三次元じゃん、これ。<laughs> いや、すげえ、懐かしい神曲だけどさ、神曲だけどさ、いや、載せる場所違うよ。<laughs> 絶対載せる場所間違えたよね。 よ、父をもげお前、知ってるけど、この曲知ってっけど、もうどんだけ歌詞置いてあるんだよ、ここに。もう、ここの評価とレビュー見ただけでもうなんか、そこそこ曲覚えられそうだよ、これ。なんで歌詞書いてんのお前よく言ったおい、誰だガルパ最高ってやったやつなんか、しかもこれ、これ歌詞、ガルパが なんか違う気がする。アイドルマスター最高いや、違うだろう。<laughs> アイマス勢は帰れよ。ここはラブライブだぞ。アイマスすげえ最高なのはわかるけど、ここ違うからね。同じアイドルだけどあ、アイドル系アニメなら確かに変わりはないけど、なんか違うぞ。で <laughs>、ね、ほん、ほんとスクカンでさ、叫んだ奴らじゃねえのワンチャンそれ説あるんだよな、ほんとに。 はい、ということでね、どうだったでしょうか。いやー、ほんとにもう、ツイッターで見た以上になんか、カオスだったんですけども。なんかね、ツイッターで見たときは、もうちょっとね、荒れてなかったんですけども、もう荒れ放題でしたね。めちゃくちゃ歌詞書いてありましたね。はーい。 あ、さすがにね、あの歌詞だけじゃなくて、普通の、ちゃんとしたレビューも書いてあったんですけども、なんかどうしてもね、こういう歌詞が書いてあるレビューとか見ると、すごいね、そっちの方が目立っちゃってる感じはしますけれども、もう何なんですかね、これは、本当に。なんかツイッターで見た時は、お願いシンデレラとかってすげえ笑ったんですけども。ほんともう何なんですかね。まあね、あまり、どうすぎないように <laughs>。 してください。本当にね。あまり、荒らしすぎてね。レビューがレビューとして機能しなくなっちゃうとまずいんで。そこらはね、ちゃんとね、考えてほしいかなとは思いました。はい。まあ、そんな感じでね。あ、この動画は終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。